プロムナード区間栄橋付近より上流方、勝内川は北海道小樽市を流れる二級河川。勝内川水系の本流であり、小樽市街地を流れる中心河川である。小樽市西部にあるオコバチ山南西山麓に源を発し投流する。全体が急流であるものの源流部は特に標高差が大きく流れが急である。雨乞いの滝を経て複数の沢を合わせ。 奥沢水源池へ流れ込む。二股、また、沢川を合わせ水源池を抜け、北流すると、天神の市街地に入り、御寝ない橋で御寝ない川を合わせる。神明より、両岸に道路という歩道の整備された、プロムナード区間に入り、中層建築の並ぶ、市街地を抜けて、かつおさむ橋まで続く。プロムナードが終わると、小樽運河に入り、北西へ進むと、石狩湾に出る。 流路延長1 0 5トルのうち、奥沢水源地より下流4 8 5トルが二級河川に指定されている。アイヌ語のあっち内、かつち内な,など小説ある。長立名海では、あっトまりと呼ばれる入り江があり、それがなまって、カチトまりとなり、かち内となったものがその傍らを流れる川につけられたものか、としている。カツナイ川は急流であるため、かつては、 頻繁に氾濫を起こしていた。中流域、下流域では、河川改修により、直線化、コンクリート護岸化され、多数の落差校が設置されている。その上、1962年の台風9号による災害を契機として、1966年まで河川の掘削、護岸整備による改修が行われ、安全が確保されている。また2000年度より、 奥沢中央橋を境として、下流域を都市散策ゾーン、上流域を自然散策ゾーンに位置づけ、湖岸と散策路の整備が進められている。下流域の整備は2005年度に終了し、現在は上流部で整備が進められている。現在は、勝内川水管橋手前まで河川に面した散策路が整備され、両岸の道路から降りて歩くことができる。自然環境整備については、 1990年度に国土交通省のラブリバー制度に指定され、ボランティアによる清掃や植栽等が行われている。2009年2010年度には、有志団体により、指導活内川左岸戦争に山桜が植樹された。また2002年以来毎年春には、地元町内会によってマサゴ橋から高砂橋付近で、コイン登りが経営をされている。 南村市場に隣接していることもあり、2013年には大量期も伴った。二級河川指定区間の上流端に位置する奥沢水源地は小樽市の水道整備を目的として1914年に創設された。北海道では最古の水道用ダムである。当時付設された水道管は、 総延長約6 1トルで、テミから小樽沉港まで中心市街地全域を網羅していた。その後約一世紀間市民の水亀として利用され、続けてきたが、2011年8月にダムの停滞に陥没滑所が発見され、回収に多額の費用を要すること、また他の水源のみでも市内の水道を賄えることから廃止が決定された。 2012年3月にはダムに合流していた二股、沢川の水を直接勝内川へ流すため停滞が V 字状に掘削され、また下流域の安全確保のため水路が設置された。この奥沢水源地は小樽市における水道の祖であり、給水開始は全国21番目、道内では函館市、岩見沢市に次ぎ3番目であった。また、 階段式一流路などの構造上の意象も高く評価されており、歴史的資産として次世代に継承するため2013年に保存と活用に関する基本構想が出され、現在策定が進められている。特に奥沢水源地の北側には北海道新幹線の新小樽駅が設置される予定であり、駅周辺の整備とともに河川環境の再生。 浸水空間の喪失を図るとしている。アイム5地名リストをきた小樽市議会会議録平成17年第1回定例会、小樽市、ふるさとまちづくり共同事業事業報告書、奥沢水源地保存、活用検討委員会、第2回資料。ありがとうございます。